皆さん、こんにちは。w i t h テ e t t 犬猫病気辞典です。今日は猫の外耳炎について、症状、原因、後発品種、予防方法、治療方法の順に解説します。それでは早速始めましょう。猫の外耳炎とは、外耳道や磁界に炎症が起こる病気です。外耳炎は耳の鼓膜より外側の部分である外耳道と、 次回、耳たぶの部分に、細菌感染や寄生虫感染などによって炎症が起こった状態を言います。外耳炎になると耳の中が腫れて狭くなったり、かゆみからかき壊して出血が起こったりし、重度になると痛みを伴います。慢性化すると、炎症が元で外耳道に主流ができたり、狭くなったまま硬くなってしまうほか、炎症が中耳や 内耳に波及して、射経や神経症状を起こすことになることもあります。外耳炎は比較的症状が分かりやすい病気ですので、重度になる前にしっかりと治療しましょう。猫の外耳炎の症状とは、かゆみと汚れが見られます。外耳炎の症状は、主にかゆみと耳の汚れです。炎症によって耳道が腫れると、狭くなった耳道から強い匂いがしたり、 耳だれが出るようになります。症状。耳をかく。激しく頭を振る。耳が汚れている。耳だれが出ている。耳から強い匂いがする。耳をかき壊して出血している。かさぶたができている。食欲不振。耳が腫れている。耳を触ると痛がる。初期の外耳炎は頻繁に耳をかいたり、頭を振ったり、というかゆみの症状ですが、 重度になると炎症によってかゆみは痛みに変わり食欲が落ちたりする場合もあります耳が熱を持ったように腫れ激しくかいたり降ったりする物理的な刺激によって自血腫を起こすこともあります自血腫は磁界耳たぶの皮膚と軟骨の接着が剥がれて内出血し耳がパンパンに腫れた状態になってしまう状態ですさらに外耳炎が重度になると 鼓膜が破れ、中耳炎や内耳炎に発展することもあります。そのような場合には、首が斜めに傾く、射形などの神経症状が出て、まっすぐ歩けなくなるほか、吐き気や食欲不振を起こします。外耳炎の症状は、割とわかりやすいので、かゆがる様子が強ければ、早めに病院を受診しましょう。猫の外耳炎の原因とは、多くは感染症によって起こります。 主に耳ダニなどの寄生虫、心筋、マラセチア、細菌感染によるものが多いですが、アレルギーなどの皮膚疾患の症状の一つとして、あるいは異物の侵入、植物の破片など耳にできた腫瘍が原因の場合もあります。耳ダニは外に出た時に野良猫と接触することで感染します。 マラセチアや細菌は健康な猫の耳にも普通に見られる常在菌ですが、皮膚の免疫とのバランスが崩れると異常増殖してしまい炎症を起こします。食物アレルギーやアトピーなどアレルギー性の皮膚炎を持つ猫でも症状の一つとして外耳炎を起こすことがあります。また、あまり一般的ではありませんが、自己免疫異常、天胞臓などによって起こる外耳炎もあります。 次に、猫の外耳炎の後発品種についてです。全病種で後発します。どんな猫でも外耳炎は起こりますが、耳の形が特徴的な猫、例えばスコティッシュフォールドなどでは、耳の通気が悪いために汚れやすく、気づきにくいという特徴はあります。次に、猫の外耳炎の予防方法についてです。室内飼育と耳ダニ予防を行いましょう。 外耳炎の原因の一つである耳ダニを予防する方法としては外に出さないこと定期的に予防薬をつけることが挙げられます完全室内外で耳ダニに感染することはまずありません外に出てしまう場合には耳ダニを予防できるスポットタイプのお薬があるので定期的につけて予防してあげましょう新しい猫を迎える場合や子猫を拾った時は 必ず耳のチェックをして耳ダニがいないことを確認してから一緒にしましょう。耳チェックを習慣にしましょう。細菌やマラセチアはもともと耳の中に住んでいる常在菌です。異常増殖すると耳から匂いがしたり耳垢で耳が汚れてくるのでスキンシップを兼ねて耳をチェックし汚れているときは コットンなどにイヤークリーナーを染み込ませて指の届く範囲を優しく拭いてあげましょう。予防のために毎日綿棒で掃除する必要はありません。耳の中を綿棒で掃除をすると傷つけたり腫れたり逆に汚れを奥に押し込んでしまったりすることがあります。耳のチェック時に赤く炎症を起こしていたりひどく汚れている時は早めに病院を受診しましょう。 最後に、猫の外耳炎の治療方法についてです。耳の洗浄を行います。治療は耳の洗浄と点示薬、状況に応じて内服薬や口虫薬を使用します。まずは耳の中をチェックしてもらい、鼓膜に問題がないかどうかを見てもらいます。鼓膜が破れている場合は、耳にイヤークリーナーを入れることはできません。 問題なければ、イヤークリーナーを耳に入れて耳の付け根を軽くマッサージし、ブルブル首を振った後にコットンで拭き取ります。それほど汚れが強くない場合は、イヤークリーナーを染み込ませたコットンで耳の入り口付近を優しく拭いた後、展示薬を耳に入れます。展示薬を入れた後は耳の付け根を軽くマッサージしてお薬をなじませましょう。病院で耳掃除する場合は、 綿球を監視で挟んで耳の中を拭いたりしてもらえますが、自宅で綿球や綿棒を使っての掃除はお勧めしません。耳の奥の炎症の状態がわからないまま擦るのはよくありませんし、慣れていないと汚れを奥に押し込んだり傷つけたりすることがあるからです。内服薬治療を併用することがあります。細菌感染による外耳炎や かいて耳の周りを傷つけてしまっている場合には、抗生物質の内服を行います。また炎症が重度で耳の中が腫れている場合は、痛みが強い場合もあるので、消炎剤でまず炎症を抑えてから本格的な治療に移ります。耳ダニ駆除を徹底的に行います。耳ダニが原因の場合は耳掃除に加えて口中薬をつけます。耳ダニは 黒い砂のような耳垢がたくさん出るのが特徴ですが、環境中に落ちた耳垢にも耳ダニがたくさんいるので、生活環境の徹底的な掃除も必要です。特にベッドなどに潜んでいて再感染することもあるので、よく洗うか、できれば新しいものに変えましょう。必要に応じてアレルゲンの除去を行います。アレルギー性の病気や免疫の異常によって起こる場合には、 アレルギーの原因となっている物質、アレルゲンを除去し、消炎剤や免疫抑制剤などでの治療が必要です。手術による治療が必要な場合もあります。耳の炎症が慢性化し、長期にわたって炎症が起こった状態になると、外耳道の中にある分泌腺の過形性を起こし、耳の中に小さな主流がたくさんできたり、耳道が腫れて、 硬くなったまま元に戻らなくなってしまうことがあります。そうなると耳は汚れやすく、一度症状が改善してもすぐに再発を繰り返す状態に陥ってしまいます。その場合は根本的な治療として外耳道切除という手術が必要になってしまいます。そうならないためにもこまめに耳をチェックして症状が軽いうちに治療してあげましょう。 本日は以上となります。今回の動画で大切な愛病の健康維持のお役に立てれば大変嬉しく思います。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も猫の病気についてたくさんの動画をアップしますので興味のある方はぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。